どうも、まるごめです。今日は平和島で行われている SG ボートレースクラシック、フラゲン買っていきたいと思います。はい、ということでですね、今日は SG のね、3日目なんですけど、船券買っていきたいと思います。で、今日かける金額は、僕3月で使える船券の金額として一応5万円までマックス考えてるんですけど、分配的にどこにかけようかなと思ってるんですけど、ちょっと一番皆さんがね、注目するであろう SG に今日軍資金3万円で挑んでいきたいと思います。まあまあね、きついというか、ぶっちゃけここで3万円がゼロになってしまったら今月マジで船券買えません。本当に買えなくなるんで、なんとしてもここで3万円を、最低でもね、3万円で終われるように。まあそれでよくては、3万円がね、増えてったらめちゃめちゃいいと思うんで、今月の生活費を稼ぐべく、今日はガチでやっていきたいと思います。SG プラス平和島っていうところですごい買うのは難しいんですけど、やっぱ皆さんが注目するレースでたくさん使った方がいいと思ったんで、今日は軍資金3万円でどれぐらい増やせるかっていうのをやっていきたいと思います。で、何レース分かけようかなってちょっと迷ったんですけど、満潮の時はすごいちょっと荒れるんですね。前半はちょっと買わずに7レース以降後半から買っていきたいかなと思います。はい、それなんで7レース以降のレースで企画としては3万円でどこまでいけるのか、はたまたゼロになってしまうのか、ゼロになってしまった場合は今月も船券買えないということで、じゃあ早速ね、船券かけていきたいと思います。はい、ということで、7レース買っていきたいと思います。まあ、出走表貼っときます。こんな感じですね。で、今、天井終わったところなんですけど、直線タイム、一番スリット近辺の足、行き足っていうのがいいのが3号艇の宮地選手。で、回り足、ターン回りがいいのが1号艇塩田選手。もうね、ほんと誰が勝ってもおかしくないんですよね。やっぱ3号艇の宮地選手。ね、3号艇結構得意なイメージがあるんですよね。ちょっとここ3頭にかけてみようかなと思います。はい。それなんで僕が買おうとするのは、まあ、3のまくり雑誌とまくりっていうことで、3がまくりに行った場合に、まあ4、5、6の誰かが2着に来ると思うんですよね。そうなってきた時に僕はちょっとターンの上手さっていう面で、僕、茅原さんが2着に来るかなと思うんで、3がまくり行った場合は、3、6の1、4、5がまず1個。で、3がまくり出しに行った場合は、1がこう先前することになるんで、3、1の、まあまくり出しってことは2の頭をこう叩いて、1の間を刺してるっていう形がまくり出しなんで、まあ2はそこでちょっと後手を踏んでしまおうかなっていうところで、3、1の4、5、6。まあその折り返しにしましょう。1、3、3、1の4、5、6を買いたいと思います。プラス3がまくりに行った時の2着4、5もう入れといた方がいいか、3、4、3、5欲しいかな。まあイン逃げと3頭のどっちかが来るかなと思うんですけど、ちょっと点数増やすかもしれないんですけど、一回ちょっとこの携帯で買わないといけないんで、また船券買ったら回します。はい、ということで、船券買いました。さっきのに加えて、結局、3、4、3、5の1、4、5、6を買いました。はい、それなんで、トータル15通りか16通り買ったと思います。それで、一番ついてないところに300円。次ぐらいが200円、100円っていう感じで、ちょっと資金配分して、トータル3300円。このレースで使いました。1本目のレース、めちゃめちゃ大事なんで、ここは何としても勝ちたいと思います。はい、じゃあね、レースもう早速始まるんで、見ていきたいと思います。
うわー、やっぱ荒れてますね。荒れてますねっていうか、荒れますね。うわー、初戦、負けです。ちょっともう2ロークス、こっから逆転は厳しいかと思うんで、次のレース買っていきます。はい、ということで、初戦は3300円、負けてしまいました。残り26700円ですね。はい。8レース、買っていきますか。やっぱまあ、内枠有利かなって思いますね。あと、外枠の5号艇の大見選手と、6号艇の土屋選手。節間成績めちゃめちゃいいんですよね。大見選手3ピン3。土屋選手がピンピン2。ということで、5番、6番は3着に入ってくるかなって僕は思います。1、2着をどう買うかっていうところで、1、2、2、1の折り返しか、3番は多分まくりってよりまくり差しなタイプだと思うんですよね、ババさんは。それなんで3-1、3-1-5-6かな。3-1-4-5-6買っといた方がいいかなと思うんですけど、1-2-2-1折り返しの3着前で買って、3がまくり差しいった場合は3-1-5-6で買っていきたいと思います。はい、ここもね、どう資金配分するか一回ちょっと買いながら決めていきたいと思います。はい、ということで、買いました。展示タイム見た時に、3番、5番がすごい良さそうだったんで、1-2-1折り返しの3-5-6と、3がまくり出した場合の3-1-5-6と、あと、イン逃げで1-3-5-6にしたのかな？確か1-3-5-6だと思うんですけど、そんな感じで買いました。トータル7000円ぐらい買いました。ちょっとね、1レース分も取り返さないといけないんで、はい、そんな感じで、レース、もうすぐ始まるんで、見ていきたいと思います。3-1-4か、これ。頑張れ、土屋さん、ラスト。うわー、また一箇所外したわ。3-1-5-6じゃないかな。4か。3-1-4っすね、これは決着。まあ、馬場さんの1マークのまくり出しがうまかった。3-1-4、決まり。次へ。はい、ということで、7レース、8レース、
。負けでマイナス1万円。残り9、10、11、12。あと残り4レースで2万円。やばい。まあまあ焦ってますね。1万円負けるってマジでかいっすね、今の自分にとっては。ということで9レース買っていきたいと思います。はい、1号艇の椎名さんが今節めちゃめちゃ調子悪そうで、全部6着なんで、ここはちょっとイン逃げ切らせてもらいます。で、次誰が来そうかなって思った時に、外枠の3人は僕ちょっと怖いなって思ってます。3が F1 本持ちっていうところもあって、壁がもしなかった場合、外枠チャンス来ちゃうんじゃないかなって思ったりもするんで、どう買おうかな。負けるとちょっと迷うんすよね。いつもスパッと決めれるんですけど。いやー、2か3が1着に来るかな。2の差し、3のまくり。だった場合僕は2の差しの方が来ると思うんで、2頭と、でもインが逃げてもつくんかな、これ。イン逃げも一応買っときますか。椎名さん調子悪いといえど、まあ、コース有利。しかも、直線タイム、回りやすタイム赤なんですよね。まあ、イン逃げも買いますか。イン逃げした場合、最内出しした原田幸也さんが2着に来ると思うんで、14の56。で、2が1着の場合、どう1着になるかによるんですけど、234とか243とか。234、243、235、236。2頭どう買おうかな。差しだと思うんで、さっきの7レースみたいなパターンで言うと、1が3を警戒して、その3を突っ跳ねた時の2の456、24の56とかが来そうかなと思ったりしますね。で、ワンチャン3とかが凹んだ場合の4がまくり出しとかで、4頭、4、1、5、6とかありそうっすね。みたいな感じでちょっと迷って、また買っていきます。はい、ということで9レース。買いました。僕が買った目は、まず、1441の56と、234243と、24の56です。2頭の場合。で、あと4が行くパターンとして、5がついてくるかなっていうパターンがあったんで、45の136かな。っていう感じで買ったんで、もうすぐですね。レース始まるんで、見ていきたいと思います。どれが来ても、一応、1000円ずつとか500円ずつ買ってるんで、一応今負けた分も取り返せるように買ってます。ほんと負けないでくれ。もうわかんないんですもん。なんか、期待込めて買えないというか、1% だったら、これ来るわと思って、行けっていう感じで買えるんですけど、これも来そうだし、これも来そうだしなーっていう感じでちょっと、ほんと曖昧で買ってるんで、マジでお願いします。じゃあ、レース見ていきます。始まります。はい、ということで、10、11と負けです。10、11で5000円負けしたんで残り8000円ですね。最終レース、8000円をこの12レースにぶっ込んで逆転していきたいと思います。ちょっとマジでやばい。負けるのだけはやばいって3万円は。やばいっすね。じゃあ行きます。12レース。今スタテン
てか展示終わったんで、展示タイム見る感じ、やっぱ1号艇のムス島さんは硬いかなって思います。イン逃げから買って、でちょっとここ集まりしていかないと回収できないんで、2点か3000円3000円で買っていきたいと思います。6号艇の吉田角郎選手がチルト 0.5 に跳ねてたんですね。でスタート展示見た感じ、ちょっと伸びてったんですよ。ちょっとでもスタート優勢してスリット後伸びてくれた場合、全員まくりまでちょっと行ってくれるんじゃないかなっていう、全員まくり無理だったとしてもまくり差しで突き抜けてくれるんじゃないかなっていうところで、吉田選手の頭6前前100円ずつ買っていきたいと思います。あとの6000円は3000円3000円で2点に絞ります。まあ吉田選手がどこまで行くか、もし吉田選手が4号まで締めた場合、16とかになるパターンもあるんですよね。136とかスリット後の感じではあり得るかなと思うんですけど、はい、ということで最終レース買いました。6前前と、はい、もう始まるんで早速見ていきたいと思います。お願いします。マジでお願いします。マジでは、い、3万円終了。7、8、9、10、11、12、6レースやって3万円負けてしまったわけなんですけど、どうしますかね。結構でかいっすよ、3万円は。なんですけど、下関12レースに同期のしきちゃんが優勝戦2号艇で乗ってるんで、まあ、そこは多分ね、優勝してくれると思うんで、そこにちょっとかけてみて、少しでもこの3万円負けた分取り返していきたいと思います。まあ、ぶっちゃけね、今の気持ちで言ったら3万円負けたのは詳しいんですけど、優勝してくれたら多分チャラぐらいになるんじゃないですか。めちゃめちゃ優勝してほしい。下関優勝戦も取っていきたいと思います。はい、ということでね、一旦ちょっとご飯食べて多少は元気を取り戻しました。はい、ということで下関12レースもう展示終わったんで3人予想したいと思います。もちろんね、ここはちぎちゃんが1着っていうところで予想していくんですけど、2頭の足しで1着だった場合は21の345ぐらいかな。でワンチャンまあないかなと思うんですけど、まあ3号艇の倉持さん S めちゃめちゃ速いんですよ。だからちぎちゃんもスタートは遅れれないと思うんですよね。で1号艇の落合選手はフライング一本持ちっていうことで、落合選手だけ遅れた場合は2の直前から23の456まであるかなと思います。でしきちゃんが1を刺して1着になる場合は21の345、まあ、6まで勝ってもいいかなと思うんですけど、さすがにみんないいレース選手なんでね、345の選手誰かしらは3着に来るでしょうっていうことで、21の345と23の456、その辺を買っていきたいと思います。300円ずつ買って当たれば1万円いくように買っていきたいと思います。はい、じゃあレース始まったら回します。頼むぜしきちゃん、いけるぞ。始まります。ふぅ、めちゃめちゃ緊張するな。俺がしきちゃんね、2回ぐらいかな、多分2回優勝戦で先頭走って抜かれるっていうことが起きてるんですよ。だからもうぶっちゃけもう優勝してるようなもんす。1マークは1着で出てるんだけど、2マークとかで抜かれて優勝を逃してるっていうことが2回ぐらい確かあったんで、絶対にね優勝してほしいと思います。やっぱ同期の優勝戦を見るのが一番楽しい。1着4本ぐらい取ってるんで足はいいと思うんですよ。しかも6コースから取ってるから。12秒前、すいません、もう始まっちゃいます。いける、頑張れ。倉持さんの S についてくんだ、まくらないでくれ。よし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 、いってます。ナイス、いけいけ、させさせさせ、刺さるか。よし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 、刺さってる刺さってる。よっしゃ、来い来い来い、そのままそのままそのまま、2マーク絶対抜かしちゃいけ、絶対抜かれるな。
頼む頼む、普通に回ればいける。よっしゃー、きたー、一着だ一着、優勝だぞこれ、絶対大丈夫、あとは転覆しなきゃ大丈夫。よっしゃよっしゃ、でけえ、当たってねえわ、待って待って、3着1、2、2、1、3が来れば当たる、いける、やべえ、2、1、6だもういいや、フラケンどうでもいい。よっしゃよっしゃ、ガチ嬉しい、マジや、いやでも絶対優勝すると思ったよね、なんとなく2が1着だったら何でも OK。 よっしゃでけえ。2019年5月のデビュー以来、これが9回目の優勝なんですが、初優勝へ2号艇高畑四季が向かう形、2番手1号艇人気の内合直子、3番手は地元6号艇津田弘恵、3連単216、157.6 倍を示しています。2号艇高畑四季スリット決めて、そして人気の1号艇同じ大阪支部の先輩落合直子を下しての非常に印象に残る初優勝劇ということになりそう。2番1番6番で第12レース優勝戦、まもなくゴール、1着2番高畑四季初優勝のゴールに。よっしゃおめでとう、マジおめでとう、マジで失敗おめでとう、マジ嬉しい、やっぱ124期強えわ、いやーめちゃめちゃ嬉しい。今日はいくら負けたのかもう忘れたんですけど、この優勝で全部回収されましたね。ほんと今日一日の締めくくりとしてはマジで最高です。満州当てるより何倍も何百倍も嬉しいです。いやマジで嬉しい。動画の途中でも言ったと思うんですけど、優勝戦ね何回も乗ってて、優勝で先頭出てきて抜かされてしまったっていうのが確か2回ぐらいあって、本当にこの優勝までの道のりというか、優勝は早い方だと思うんだけど、でもしきちゃんの中では思うように多分言ってないこともあったりとか、悔しい思いをたくさんしてきたっていうのを僕も本人よりは分かってないけど、いろいろ見ててね、いや悔しいだろうなって思うことがすごいたくさんあったんで、そういうのを知ってるからこそめちゃめちゃ嬉しいです。いやー本当に嬉しい。同期の活躍がめちゃめちゃ刺激になってます。同期の活躍を見るのが何よりも嬉しいんで、これからもみんなの活躍を見せてください。前半 SG では痛い思いはしましたけども、最終的にしきちゃんの優勝を見れたんで、マジで最高の一日になりました。本当に初優勝おめでとう、マジでおめでとう、これからも応援していきたいと思います。今ね見てくれる視聴者の皆さんもボートレースファンの方だったら知ってる方たくさんいると思うんですけど、大阪支部の5088番高畑四季選手を皆さんこれからもチェックしてみてください。絶対ねこれから強くなるし、もう常に 6.4 とかあって、来季からは多分 A1 級になって記念とかもたくさん走っていく強い選手になっていくと思うんで、皆さんこれからも応援のほどよろしくお願いします。ということで今日の動画終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらバッドボタン、まだチャンネル登録していない方がいたらぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました、マジでおめでとう、最高。